立浪監督の限界との声も3年連続最下位危機の中日。中田翔が稼働せず、ビシエドは冷遇とは一体どのようなことなのだろうか。中日の9月5日の阪神戦に12で敗れ、借金は今季ワーストの15になった。甲子園球場での最終戦だったが、今季甲子園では11試合で10敗1分、1勝もできない屈辱的な結果となった。3位、阪神とは 10.5 ゲーム差に開き、CS 進出は絶望的。逆に最下位、ヤクルトとは 1.5 ゲーム差で、3年連続最下位の危機に瀕している。今日も広島に負けて借金は15となり、来年向けてまずは監督交代を軸に、若手選手に経験を積ませるなど、やることをやらないといつまで経っても低迷が続いてしまう。球団外はないのなら立浪監督が辞任をするしかないのだが、立浪監督は何を考えて続けているのでしょうか。中日の将来や来年のことを考えたらとにかく身を引くことが一番だと理解できないのでしょうか。立浪監督はそもそも監督の器でないのです。人間性の問題であり、組織の上に立つ素質が全くないのである。ただ、野球で少し打てただけの人であり、野球人とは呼べないのではないでしょうか。選手時代と監督時代を混同するとわからなくなるので、監督としてだけで評価をするならばプロ野球史上最低の監督と言わざるを得ません。監督は選手のせいにしていますが、若手は成長しているし、リリーフ陣はかなり良いものがあり、勝ちパターンが完全に確立しているのに借金が多いという、どう考えても監督の采配に問題があるとしか言いようがありません。この戦力でこの順位というのは今すぐ監督を辞めるべきです。若い頃からチヤホヤされてきたおかげで状況が把握できない裸の王様になってしまっているのは哀れと感じてしまうほどです。球団 OB は厳しい表情を浮かべる。立浪和義監督に全ての責任があるわけではないが、監督に就任して3年間でチーム力が上がった感覚がない。正直、限界だと思います。同じタイミングで日本ハムの監督に就任した新庄剛志監督と対照的です。日本ハムは清宮幸太郎、万波中正、神谷広志良と若手が次々に一本立ちして今年は現在2位に躍進しているのに対し、中日は立浪監督などの選手を軸に据えて、どんな野球をしたいのかが3年経った今も見えてこない。サクオフは中田翔、中島博之と全盛期を過ぎた選手を獲得したが稼働していない。結果が求められるプロスポーツの世界で、3年連続最下位争いという結果では、チームの指揮官として責任を取っていただくしかないと考えます。今頃になって若手にチャンスをとかおっしゃったとの報道ですが、今までの方、中島選手、他球団戦力外中堅選手などを散々引っ張ってきて、どの口が言っているのか、とも思いますが、これこそがこの監督が3年間やり続けてきた、その場しのぎ、刹那主義、場当たりの起用、采配の集大成とも思います。そういう意味では守備一貫しています。去年は、開幕時の戦力を見れば広島と中日の順位が逆になっていてもおかしくなかった。まさか、広島があそこまで頑張れるとは、選手と共に、責任は監督だからという新井監督と、選手の好き嫌いが激しいとしか思えず、強権的な立浪監督の差なのかと感じる。今年に入り、広島はより以上にチームが強固になったが、中日は相変わらず低迷したまま、負けが多いこともあるだろうが、チームに覇気が薄いように思えてならない。精神論と言われようが、チームの雰囲気は大事なのだと思う。過去の監督の中でも、キャッチャーで名将が多いのは、試合を組み立てる思考を持っている監督が多いから、打者出身の監督がうまくいかないのは、勝利のビジョンがなかったり、ピッチャーや勝負所での采配で失敗していることが多く見受けられる。残念ながら、カリスマ性も関係してくる。監督を勝たせたいと選手、コーチに思わせる慕われる性質やカリスマ性があるかないかも重要な要素。強いチームはシーズン中に好不調の波が少ない。監督の総合的な手腕が、不調を少なくすることに大きなウェイトを占めていると言えるだろう。確かに日ハムの新庄と同じタイミングで、しかもどちらもどうしようもない。スカドラゴンズはまだ投手は当初からマシで、ファイターズはそれこそどうにもならない戦力だったんだよな。それが3年でここまで差がつくとは今や若手の矛である日ハムに対して、相変わらず投手陣任せのドラゴンズと、監督の能力を問われても仕方ないですね。相変わらず投手陣はいいので、監督が変われば結果も変わりそうですよね。立浪和義監督に全ての責任があるわけではないが、監督に就任して3年間でチーム力が上がった感覚がない。正直、限界だと思います。同じタイミングで日本ハムの監督に就任した新庄剛志監督と対照的です。日本ハムは清宮幸太郎、万波中正、神谷広志良と若手が次々に一本立ちして今年は現在2位に躍進しているのに対し、中日は立浪監督などの選手を軸に据えて、
どんな野球をしたいのかが3年経った今も見えてこない。サクオフは中田翔、中島博之と全盛期を過ぎた選手を獲得したが稼働していないという球団 OB のコメントの通りであり、立浪監督はファンから見ても納得できない采配が多く、就任3年で結果を出せなかったのですから、ここで潮時なのではないかと思います。この3年間、選手はどの打順で、どの守備位置で試合に出るのか、自分の得意が活かせるところで力を発揮できるのか、疑心暗鬼の状態で首脳陣の決めた起用法に従い試合に出ていた。これでは相手と戦う前に味方のベンチと戦う状態である。しかも調子の悪い選手でも堅くなに使い続けたり、明らかに一軍ワークの無駄と思われる選手もベンチで温存し起用せず、気に入らないか衰えたと判断された選手は2軍で結果を出しても塩漬けのままシーズンを終えようとしている。勝つための最善策をこの3年間取っていたかで言えば、ファン目線では人言わざるを得ない。早く今の体制が終わり、新たな指導者がチームを導いてくれることを切に要望する。立浪監督退任前コメント、ドラゴンズ再建を託され3年間尽力してきたが、我々の理想に選手たちが追いついてくれなかった。それが正直な感想です。プロ野球選手としての戦う顔をしていないことが残念だった。お前ら変わらんかったな。3年連続再開という結果だが、私の責任というよりも選手が悔しくないのかと問いたい。いつかまたドラゴンズに帰ってくる頃にはバトルフェイスな選手たちと一緒に優勝を目指すのも悪くないと思います。最後にファンの皆様、私が退任しても球場に足を運んであげてください。私はまた必ず戻ってくるので楽しみにしていてください、くらいのことは普通に言いそうで草。野手で若手の有望株は何人か出てきているし、当たってはいないが、中田翔を獲得したのもコンセプトとしては間違いではないと思う。ただビシエド中地とセットで同じタイプの選手3人も詰めて、3人とも使わないと買いにがわからない。中継ぎは揃っているけど先発陣は中堅がなかなか安定せず、高橋宏斗以外は過渡期、その高橋宏斗も数年後に MLB に行くかもしれないと考えたら、もう34年後、新たにエースとして立てる選手に目星をつけないといけない。なんというか、監督と球団がせっかくいいことをやってもそれぞれが噛み合っていないというか、華やかに見せるプロ野球ですが勝負の世界は厳しいですね。中日から移籍した選手のいる日ハムとは何もかも対照的で見比べちゃいます。中田もシーズン通してフルは難しいでしょうし、中日はいい選手たくさんいますから、もっと燃焼力上げてほしいですね。今年に関してはそもそもまともに体の動かない中田や中島を軸に考えたところがずれている。一方で若手に至っては結果を出している選手でも簡単にベンチに追いやったり、打順をいじりまくったりでこらえ性がない。サインを含めた采配からは勝負感のなさがにじみ出ている。モチベーターでもない、反省から学ぶこともほぼない。つまりは監督への適性を何一つ持ち合わせていない。チーム編成とかそのあたりの方がうまくやれるのではと思う。この3年間で何通りの打順を試したのか、それが低迷の最大要因だと思う。昨日の広島戦で勝ったなら今日も負傷者でもいなければ同じ打順を組むのが普通の考えなのに、キャッチャーを日替わりで変えてみたり、相手が左投手なら単純に調子関係なく右打者を起用したりと、コロコロ打順守備を変える。この悪い癖を直さないと上昇はありえない。しかし悪い癖は治らない。来季は井上二軍監督にお任せしたい。育成面で言えば細川や広戸が軸になってるし、他球団と比べたらペースは緩いけど名古屋球場を見れば着実に育ってる。問題は一塁線コレクションを許す編成部門と、カリスマタイプの立浪監督を頭脳面でサポートしなければならない右腕だと思う。今の育ってる感じを崩したくないから、新規 OB や外部招聘でリセットするより井上二軍監督一軍昇格が一番いいと思う。試合に負けてはスタメン打順を入れ替え、相手投手の左右によって同じくスタメン入れ替え。監督3年目で必死なのはわからなくもないが、他球団でここまでひどい采配はないのでは。投手に至っては期待していた中堅が機能せず、勝ち試合のうちのほとんどは勝ちパターンと呼ばれる清水松山ライデルを投入してなんとか逃げ切る。関東試合は数えるほどでは。シーズン後半に松木泰を支配下登録したものの、一軍でチーム以下を任せざるを得ないほどの先発陣、首脳陣は責任取るべきでしょう。残り試合ある中での指揮官交代の発表をファンは待ってますよ。立浪監督がいろいろ考えて努力しているのはわかる。しかし最高峰の選手が切磋琢磨するプロ野球の世界で、選手のやる気、自主性を刺激できてないのが上位の球団との違いになっている。その方法は年俸で報いる、競争で危機感を煽る、一体感を醸成してモチベーションを上げる人し、いろいろあるはずだが、もともと考えずともできる選手だったからか、監督の意識がそうした方向に強く向いていないし、球団も地元の支援団体とうまくやれば利益が出るので積極的に勝ちに行かない体質のため、誰も危機感を持って是正せず、
結果として生煮えのような野球をダラダラと続けてしまっている。しかし今の日本、プレイヤーとしてできすぎた上司とゆとり世代の部下で構成されるそこかしこの職場でも似たような問題が生じているような気もする。シーズン序盤は今年こそ A クラスいけそうなんて淡い期待をしましたが見事に裏切られました。なぜかった試合の次の日にスタメンをゴロッと入れ替えるのか、ましてや守備地までも固定できない。中田、中島に固執しすぎてビシエドを1軍に上げない。2軍で調子が良かったから1軍に上げたはずの選手を数打席立たせただけでまた2軍行きにする。点が取れないなら少しでも点が入る確率が上がるような作戦をしないといけないのにそれをやらない。采配次第では今年 A クラスになれたと思っているので本当にがっかりです。監督の起用法や采配は不意気目に見てもベストではないこともあるが、最大の難題点はコンスタンスにパフォーマンスしきれてない選手が多い。噛み合えばよし、こういう試合できれば波に乗れるぞという試合をたまに見せてくれるが、波に乗りきれないのは投打ともにここ一番で結果を出せない勝負弱さが要因。高橋宏とライデルといった突出した選手はいるが、打者で言えば細川が年間通してレギュラーレベルで、あとはその場その場の調子の浮き沈みが激しい。監督もこらえ性がなく、ひっきりなしにスタメンの入れ替えも激しいので、監督も選手も常に難しさに直面している悪循環。もっと密なミーティングをして選手と向き合ったり、練習もただ時間を過ごすのではなく、工夫して実戦に向けないと、いつまでもこのまま、素人に言われなくてもやってるよ、って、ことかもしれないが素人目に見てもやれてないからジグハグなのだと思う。高校では、名門 PL 学園の主将を務め、プロに入ってからもリーダー的存在だったように見えたから、球団もそれなりに期待していたと思う。プレイヤーにおけるリーダーシップと、監督という立場におけるマネージメントは、やっぱり違うのかな。私は、昨年の時点で、管理の仕方が昔ながらの根性野球みたいで、選手がついていけてないように見えた状況からもう限界と感じ、今年も監督をやるとは思ってなかった方だ。一方、記事でも比較されていた同様の成績であった新庄監督については、選手たちのモチベーションが高くプレーしているように見えたし、万波選手のように話題となった選手もいたから、それなりに成果があるように見え、そこまで思わなかったけど、どちらにしろ、監督本人は、自身の信念でもって監督をやってきて結果がこうであったのだから、覚悟はしているだろう。おそらく今年で引くだろうから、その時は、お疲れ様と言いたい。立浪監督を新庄監督と比較するのも、もはや酷ですが、記事にある落合監督を引き合いに出すなら、落合監督と新庄監督と共通するのは、既存の選手へのトレーニングや練習、選手の起用方法のところかな。落合監督は就任時、既存選手がレベルアップすれば優勝できると公言し、実際に監督自らノックなどで徹底的に鍛えて、優勝しましたね。新庄監督は軽さやアイデアを出しながら、やはり選手を成長させて、ここまで来た。どちらもコーチ任せじゃなく、監督が引っ張っていたのは印象的。選手の起用方法もエッチと五十嵐じゃないが、打力を取る選手もうまく終盤の大事なところで起用して、勝ちにつなげてますね。野球ファンって、どんな手を打つのか予想するのも楽しみの一つなので、見ていて楽しい。理想のチーム像はあったようですが、それに迫るための具体的な手立てがなかったか、あったとしてもうまくいかなかったようですね。そのあたりの指揮官としての能力は低かったようでとても残念です。素晴らしい選手も多くいることは分かったので、正しい練習方法と徹底した積み重ねで強いチームになれるように頑張ってほしい。今シーズン好の当たらなかったベテラン選手には、来シーズン、もう一回チャンスがあると思って、プレーを続けてほしい。立浪監督のテコ入れで補強した選手は2023年のアキーノ・アルモンテに始まり、今年は中田が腰の状態が悪くほとんど機能しないなど、選手を見抜く能力がないに等しいような気がしますが、目先の結果にこだわって、中長期的な選手育成能力が欠落しているとしか思えないです。ビシエドは無理。与田政権時代はまさにウッズ以来の主砲として申し分ない活躍でファンを魅了したが、立浪政権になってから自分の意向に沿わないなど無理やりこじつけた理由で活躍のチャンスを奪い2軍で塩漬け状態です。それでも本人はいつか再び日の目を見ると信じ腐らず2軍でも努力しています。大島も同じように2000本安打を達成したらもう持ち済みとしてベンチで塩漬け状態にされているように思えます。このままでは中日の選手は能力を生かせずに選手生活を終えてしまいそうです。次期監督は、矢野、血のような OB でも他球団経験者が必須条件です。就任会見で打つ方は必ず何とかします。と言ったが、その後の3年間を見るとわかるようにこういう指導をしていけば、こうなるという確実なビジョンがなく、
ただ、自分が自分の選んだコーチが指導すればなんとかなるだろうという甘い考えからの発言だったから悲惨な現状があると思う。広岡さんや落合さんのような、最初は世間から叩かれても、これを続ければ甘くなる、勝てるという信念を持った監督。コーチに来て、CS に出るドラゴンズを何年ぶりかに見てみたい。戦力はあると思うので、周りから見ても明らかに空回りしてると思ったし、何をしたかったのかわからなかった。戦力見ても普通はエースに抑え、4番がいたらせめてクラス争いはしてるはずなのに、この成績は監督責任としか言いようがない。打つ方を何とかしたらそれなりの成績になると考えて、パワー型の外野資格得やトレード、偏ったドラフトなどしてやってますアピールし続けた。そしたら、一部は踏ん張ってるけど強みの投手陣が崩れてきてどうしようもなくなった。立浪が采配してるって感じたことはほとんどないから、トータルで見たら負け越してるんだろうね。結果は散々だったけど、細川や福永などいい選手が育ってきたのは事実。あと、打線が繋がらないから、大野や柳、小笠原といった球界を代表する投手陣が勝ち星から遠ざかる。要は、マネジメントの問題だと思うね。監督だけでなく、フロントも改革しないと選手のモチベーションが下がり、負けの連鎖から這い上がれないね。私の個人的な意見では、中田を取った時点で今季は厳しいと感じたな。もっと若手に出場機会を与えないと、宝の持ち腐れになるなって。現役時代すごかったからといって監督に迎えてるとは限らない。確かに立浪監督全てがダメなわけではなかったけど、疑問に思うところはたくさんあった。うまく選手を育ててうまく使っていくというのは難しいものですよね。立浪監督もこの3年間でかなり精神的も疲労が溜まってると思いますし、今年度で監督を終えて日常生活を楽しんでほしいです。立浪も新井も落合の野球を散々見てきたはず。そこから学んだのが新井で、学べなかったのが立浪。そもそも立浪の見本は PL 学園と星野の野球。通用するわけがない。新井は落合だけでなく、山本、ブラウン、阪神に移籍してからは岡田、真由美、広島でも野村、尾形と見てるんやから引き出しが多いんやろ。ついでに金本の監督も知ってる。要は立浪は指揮官として経験不足。監督力などは現役時代の野球観でほぼ決まるから今後も成長などしない。前政権の時もそうだったけど、3年が我慢の限界。1年目は期待感もあって好意的に見る。首をかしげたくなる時もこれからだろうとか、次につながると前向きに捉えられる。2年目になって結果が出ないと不満に思うところが出てきて、この監督で大丈夫かなと猜疑心が生まれる。3年目になるともう限界。見切りをつけてきシーズン以降に期待するようになる。ドラゴンズファンは何年もこのサイクルを続けている。与田監督という準備期間を得て勝利を期待されて監督になったのが立浪監督。与田監督時代は補強費用も少なく、毎年高卒ドラ1を指名するまさに次期監督へのつなぎを行った。立浪監督時代は補強費用も 20% ほど上乗せされ、ここから中日を勝たせるべく監督になったのに、この成績は完全な想定外。一方日ハムは焼け野原で新庄監督に引き継がれた。当初は新庄監督は完全なつなぎの監督として指名されていて、Sコン F での影響が軌道に乗るまでの話題作りと中田まで対談した選手の立て直し、そして軌道が乗ってきたところで稲葉監督誕生等ストーリーだったと思う。ところが立て直しが思った以上に早く、またエスコン F も想定以上の盛り上がりで資金的余裕も出てきた。日ハムは来年も新庄にお願いしたいだろうし、辞退された場合も稲葉監督が控えるという順風満帆な状態。何年か前からパリーグは日ハム、セリーグは中日が再開の常連になっていました。ただイメージはだいぶ違います。新庄監督の明るいキャラクターのせいもありますが、日ハムの選手はちゃんと相手と戦っていましたが、中日の選手は相手と戦いながら、自分の結果にキュウキュウとしていて、ちょっと続けて使われていても、2試合くらいヒットが出ないとすぐスタメンを外れることも多く、半分監督の顔を見ながら戦っているようでした。だから、ヒットは多く打っても肝心なところで打てずに試合で負ける、ということがとても多かった気がします。選手の起用法とか好き嫌いとかはあるかもしれないけれど、せめて前向きに試合に臨ませられる選手の起用ができる監督に次のシーズンはお願いしたいと思います。ビシエドはある程度しょうがないけど、結局は結果をすぐに欲しがって選手を我慢できない立浪監督の責任は大きい。1年間選手が落ち着くことがなかった。そのくせ福留や中島人志素人でも打てないとわかるベテランを重宝して結果若手も育たなかった。新監督には同じ3年契約で2年の間は育成に全力を尽くしてもらいたい。DAGN で NPB 全部を楽しんでますが、この3年間は中日と日ハムのゲームが気になってよく見ました。立浪さんも新庄さんも2年連続再開で今シーズンを迎えましたが、ここに来て大きく差が開きましたね。勝てば官軍、負ければ俗軍批判は仕方ないでしょう。ただ中日ファンではないので、
立浪さんがどこまで無能なのか、どこまでチームをボロボロにするのか、あと2年ほど見てみたいすけで心もあります。野手にも有望な若手選手はたくさんいますが、思いつきで打順も守備位置もコロコロ変わるので、自分の役割を把握できずに旬が終わっていきそう。中日ドラゴンズとしての興行成績は良く、立浪さんは地元の経済界、スポンサー受けが良いと聞きます。球団としては別に監督を続けさせても良いと思っている節もあります。チームが弱いおかげで選手の年俸を上げなくても良いですしね。ある意味功労者ですから、優勝する気のある球団なら最初から立浪賞、ましてや再開という当然の結果を続けたにもかかわらず今季も続投。そもそもこうなることは宣告承知の上で動員数を選んだ球団なんだから仕方ないよね。落合氏はずっと中日は勝ち負けできるチームだと言っています。今年だって落合監督だったら優勝争いしてると思いますよ。補強をして新井監督とコーチ、選手の一体感を感じる。優勝するチームは必ずそれがある。片や中日は中田翔を補強して3年連続再開の危機。開幕戦は守備重視にてロドリゲスを起用。その守備で痛い逆転負けを食らってる。また中島はヒット1本を打てず、落合コーチの移動など不可思議な人事も多数。必然的に士気が上がらないのは当然。もう9月、立浪は早期に辞任表明し、新しい体制へとシフトするのが賢明だと思う。根尾よしとして育てなかったのがファンからしてみれば一番がっかりしたのではないでしょうか。もちろん投手としての際もありますが、根尾がよしとして体制すれば岡林、細川、石川、根尾と時代を狙う打線を組むことができたと思います。立浪監督がもし来シーズン指揮を取るならば、根尾はこのまま投手でしょう。今ならまだ間に合います。もしかしたらサプライズで新庄監督もあるかと思います。彼が一つの球団に居続けるとは思えない。立浪監督と同じく3年で若手主体のチームを作り上げた実績があれば中日 OB ではないけど、ともかくファンは喜ぶと思う。そのためには日ハムが今季このまま2以上でクライマックスに出場して、ソフトバンクと良い戦いすることが絶対条件になると思う。けど本当に新庄中日が誕生したらめちゃくちゃ盛り上がることが目に見えてます。阪神戦は特に連日超満員でしょう。3年連続再開では辞任もやむを得ません。采配というよりはチームメイクが悪かったと思う。森の過ぎた中田や中島は素人からしても活躍の可能性に。マークつく選手、想定通りほとんど不稼働でした。それとここ数年、甲子園でほとんど勝てていない分析をしているのかが疑問。負けに不思議な負けなしとかつての野村監督が言っていました。ドラゴンズファンとして強いドラゴンズの復活を期待しています。選手としては一流だったかもしれないが、監督としての能力は全くないのでは。何をやるにも一貫性が全くありません。3年経った今でもセカンド、サド、ファスト、キャッチャー、レフトのレギュラーは一人もいません。初期にしてもまだまだです。打つ方にしても細川の4番以外は毎日のように日替わりです。こんなチームを見たことありません。今まで何をやってきたのか?と聞いてみたいですね。これでは何年やってもどんな補強しても同じです。さすがに本人も、もう限界だと感じているのでは?もし、感じてないなら救いようがありませんね。